外町駅から散歩してみたいと思います。ここは日本一の桃源郷です。桃のトイレが霞ヶ町です。すごい駅舎ですね。そしてここに桃ですからね、もういきなり桃。ここに足湯があるんですけど閉鎖ですね。令和4年3月31日で終了しました。先ほど資料館が来ていますか。本当にここは桃の町ですね。すでに駅降りてすぐ桃です。ちょっと郷土資料館、バス街郷土館行ってみましょうかね。そこになんか縄文の御朱印、新しい御朱印があるっぽいですね。縄文御朱印とかいう。裏通り入るともう畑ですね。畑と家が混在してます。これが春日井町なんじゃないでしょうか。ここですね、小川雅子と長島愛生ですか。今日ほど資料館です。平成3年11月に開催総合博物館、春日井町の歴史と自然を展示してんですか。小川雅子さんという人は誰なんでしょうか。行ってみましょうか。鯉がいますね。鯉がたくさんいます。じゃあちょっと中見ていきたいと思います。入館料200円ですね。ですね、徳風札所巡り。もうないみたいです。いや、とりあえず僕が見てみますか。ミサカッパーヤッホーですよ。妻は親と友子が生き分かる悲しき山、世に宝らしめ。ハンセン病の音ですね、これは。そしてね、もうちょっとこれが通じるところあるんじゃないでしょうか。時刻を知らせのため恵みの鐘と呼ばれる鐘がここにあるんですか。多分この辺だと思うんですよね。昔大きなお寺があった跡地、今は何もないみたいですけどね。これですかね。それっぽいものが残って、でもちょっと神社っぽいのがありますね。ここですね、寺本古代寺院跡。1300年前に創建された開国最古の寺院の一つであった寺の名前も分かっていない。じゃあここちょっとおさらいされていきますよ。お願いします。
残ってんじゃん。これだ。ああ、先ほど見た三重の塔。塔の跡ですね。塔のチームの基礎ですね、これ。昔の寺の名残じゃないですかね。ここももう完全にさっきの時点でそこですね。アイビラーカップですね。ここもそうですね。 130m 四方の城、鋭角で区切られていた。本当に亡くなった寺もあるってことですね。私もそこだったけど、今まで続いてない寺もあるってことですよ。今まで続いてる寺って奇跡ってことですか。そういうことですかね。感染病も今の流行り病もなんか同じような気がしてならないですね。結局同じことを歴史は繰り返すんですよ。そういうことでしょうね。結局は美しいですね。美しい。タカクラブですか。ちょっとお参りしてきますか。じゃあこのタカクラブちょっとお参りしてみますか。行かないっすね。ちょっと再生厳しいっすね。鳴らすだけということで。再生箱が鍵が閉まっちゃってますね。高見結びの神ですね。海南神社の飛び地にある拙者。古代開国の国府はこの周辺に置かれていた。にもなんかちょっと美しい花が咲いてるじゃないですか。街並みを散策するといろんな花が咲いてますね。こういう住宅地にもパネルが進出してきちゃって、重厚なパネルよりはこっちのブドウの方がいいでしょう。海南神社みたいです。海南神社って来ました。行ってみましょう。手水はないですけど、お参りはできそうです。出てました。ではちょっと海南神社お参りしてみたいと思います。お願いします。御朱印は海南神社前の憧れ食堂にありますのでご利用ください。どこだ憧れ食堂。憧れ食堂、これは結構初めてだぞ。御朱印は憧れ食堂にある。あれだ、行ってますか。せっかくなんでちょっと準備中なのでやめたいと思います。ということで今日は春日井町駅から散歩しました。途中博物館により、そして古代の寺院を見て西郷神社まで来ました。この辺でお別れしたいと思います。さよなら。